ああ、頼む。私も会いたかった、あまねちゃんに。今度来るのね。今度っていつ？3日後。あまねちゃんに会えるんだ。ろくにしてこないことしっかり文句言ってやるんだから。ふふふ、あまねちゃんめ、今に見てなさい。マジで？黒ってどこに来るの？どこ？私たちの活動をあまねちゃんに見てもらいたい。
元気だったかい？元気だよ。ね、みんな。この通りです。ハットも元気だったか。なんとかは紙一重って言うけど、限りなくなんとかの方に近そうね。私じゃないです。朝、ちゃんと挨拶して。この人が偉大な大先輩、望月あまねちゃんよ。気になさらずに。そうか、分かった。じゃあ早速ご飯にしよう。もうお腹ペコペコだ。はあ？何言ってんのよ、あまねちゃん。今日は葵くんのご飯を食べに来たんだぞ。
私らに会いに来てくれたんでしょ。うん、それもある。私たち先輩に見せたいものがあるんです。そうなのか。じゃあご飯の後で。ご飯の前、葵くん、アンパンかなんかない？久しぶりだな、ここに来るのは。来年ここに私が設計した風車が立つんだ。え？そうなんですか？グライダー製作で得た空気力学なんかのアイデアを使って新しい風車をデザインしてみたんだ。実験的に何機かここに建てられることになっている。新しい風車が建つんですか？ああ、来年だけどな。仕事の片手間に設計図を書いていたら他のスタッフに見つかってしまってな。知らない間に実際に作ることになっていたんだ。すごいな、ずいぶんと本格的じゃないか。でしょ、朝たちのおかげよ。温めてきた計画？